ツーゾーン選手権イエーイ。こんにちは、いっちーです。なるです。さあ皆さん、ツラソン選手権というものをご存知でしょうか。一人、そしてもう一人が別の曲を同時に歌ってつられた方が負け。ルールとしてはリズムを一つ決めて、そのリズムに合わせて二人とも歌うってことですね。私たちメトロノームのアプリを用意して、うん、こうテンポをねちゃんと聞こえるようにしてやろうかなと。はい、まずは私がお手本を見せていきたいと思います。さあ、はい、やっていきましょうか。私はじゃあ TWICE の TT にしようかな。もうじゃあボンボンドリームでいい。すごいコラボレーションだね。今流行りのボンボンドリーム、そして TT でいきましょう。よし。さあマジで焦っちゃって、ボンボン TV 始めよう。オーケーレディ。さあマジで焦っちゃって、始めるだろう。オーケーレディ。何もできないで、ベイ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 。その名前を呼び捨てベイビー。はい。はい。今のはもう完全にこれもつられてますね。ということで、イッチーの勝利です。完全に補填さんだったんだけど、私から聞いて。ベイビー。曲結構難しいよ。面白い。うん。結構ね、声がでかい人が勝つかもしれない。今回のテーマをじゃあ夏に絞りますか。 OK です。うん、サマーソング。 OK、 じゃあゆいのサマーソング。君が、あー、まだ強い。あ、言い忘れてました。もう一つのルールは歌詞を見ても OK です。はい、3、2、1。太陽が味方するのひり焼けた君が手を振るから、期待してんだ。約束の打ち上げ飛び込む人魚みたいな夏の空を夜は咲かれた夜に思ってるんだよ。ちゃんとちゃんちゃんとちゃん。いや、これね、惑わされない心がすごい大事になる。いや、もうめっちゃ、もうめっちゃつるんする。寝てる時の蚊みたいに嫌だった。私はね、今ハマってるミセスグリーンアップルの青と夏。私は糸宮園子ちゃんの線香花火。涼しい風吹く青空の匂い、今日窓あと過ごしてみようか。風鈴が散りんだ、ひまわりの黄色、私には関係ないと思ってたら立ち上がる。夏が始まりよ、合図がした。傷つき疲れるけどもいいんだ、次の恋の行方はどこだ。よっしゃ、張り合いがないからもうちょっと頑張ってもらってもいいですか。よし、じゃあ次、アイコの花火。私は、うん、生き物係の花火。花火対決か。私たちの花火大会、これです。そう、やば、それ眠りにつくかつかないか、シーツの中の瞬間はいつもあなたのこと考えてて、花火は今日も上がらない。静寂に真ん中で何度も使ってきた言葉がわっと飛んでく。一耳だって忘れない人。もやがかかった影のある形、ないものにせめて預けることはできない。三角の目をした羽ある天使が恋の知らせを聞いて、逃げで二度回って目くばせをして、疲れてるんならやめれば。ドロー、これは熱いね。熱い、やばかった。ねえ、長くない？長い。じゃあ次行きましょう。はい、さあ次の曲、私は多分みんなと同じ気持ちになる方が強いかなっていうので、はい、桃色クローバー Z のワニとシャンプー。おー、宿題終わらないみたいな。じゃあ私は3代目 JSOUL BROTHERS FROM EXILE TRIBE 流星。熱いですね、これは。
絶対絶命さまない、感じつけてオールナイト、やばいやばいマジでやばいやばい、ラー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 自分ちょっと怪しいかったんですよ。私もちょっと怪しかったなんとか乗り切った。今のですね、お互いに怪しかった。なんか二人ともあの折れない心が強すぎて絶対これ歌違うよってコメント来そうだよね。続きまして、井上その子大好き、井上その子で夏恋。夏だね、井上その子ちゃん対決。いや大好きがまず夏説、夏かどうか説ありますけどね。君のことが大好きで、その頭から消えない感覚が見つくって、ドキドキが止まらない、君がいるからきっと私の毎日キラキラって見えるんだ。大好きだよ、知らない、チュッてしてよ、新しい自分に出会い始める。太陽が昇る夏の青空、どこまでだ。分かった、このゲームの面白いところは声質、アーティストの声質が似てる。めっちゃ釣られる。なるほどね、ほんと半端なく釣られる。それでは次を最終戦にしましょう。私とっておきの持ってきました。いや私もとっておきの持ってきました。あらららダオコ、米津玄師で打ち上げ花火、 YouTube で、うん、やったね。私はこれみんな知ってると思うし、フェスの最後とかに超聴きたい曲、Mr.Children の花火。なるほど。うん、あの日どれくらいの値打ちがあるだろう、僕が今生きてるこの世界に手に入れたもんと引き換えにして、切り捨てたいくつもの輝き、いちいち憂いの中へるほど平和な世の中じゃないし、一体どんな理想を描いたらいい、どんな希望を抱いた、進んだらいい答えを思うな、その問いかけは日常に褒められてる、決して捕まえることのできないもの、花火のような光だとしたって、もう一回、もう一回、伸ばせば、もう一回、もう一回、僕はこの手を伸ばしたい。誰もみんな悲しさに抱いている。だけど素敵な明日を願っている。この風に。勝ちましたわ。もうずいぶん前からやばかったよ私は。いやーこれ結構わかりましたね。面白いよねこれ、絶対盛り上がると思う。ただあれですね、人に迷惑かからないあの声を出しても怒られない場所で皆さんやりましょうこれ。うん、はい、というわけでやりました今回のつらうた選手権、用意するものも何もなくできるので、うん、皆さんもぜひやってみてください。それではまた明日の動画でお会いしましょう。ごきげんよう。みんなはもうチャンネル登録してくれた？まだの方はこちらをクリック！高評価、コメントも待ってるよ！そしておすすめ動画も見てねー！